私は B で、漫画だけが好き、アニメは否定派っていう人種で、90点の満足度でしたと。マジで泣きそうになって、マジで熱くなってんだけど、終わっちゃったよ、みたいなね。みたいな。スラムダンク。まあ私は好きでしたと。もちろんね、言いたいこととか、もっとこう、とかっていうのはあるんですけど、今回のスラムダンクの感想を言う人って、3パターンに分けられると思ってるんですよね。自分がその3パターンのうちどこに属するか、同じところに属している人の感想を聞いた方が正しい見解が聞けるのかなと思ってて、パターン A が原作も好きでアニメも愛しててっていう、もう生粋のもうスラムダンクマニア、それをスラムダンクマニアというのかどうかなんですけど、とにかく原作もアニメも愛してるっていう人、これがパターン A です。でパターン B が原作が好きです、アニメ見たことありませんと、アニメ好きじゃありませんっていうのが B、 C っていうのが原作もアニメも全く知りませんとか興味ありませんとか嫌いですっていうのがこの C で、で私は B に属すると。だからアニメに対する思い入れもそこまでなく、声優さんのね違いとかっていうところにピキることもなく純粋に原作井上武彦先生がジャンプで描いたスラムダンクっていうのを愛している人間からすると、これ見に行くべき映画だったというね。スラムダンク微妙でした、複雑な思いです。これがこの A、B、C のうちどこに属しているかが問題で、多分ですけど A なんだよねこの人ね。だからまあ私にとっては楽しめた、熱くなれたところがあると。あ、泣きましたっていうね方もいらっしゃると。見てないけど複雑な心境井上武彦はアニメ否定派、これが全てなんだよな。俺も実はアニメ否定派なんですよね。ディフェンスとかスラムダンクのあのね、いやこれ あんまり否定するとお怒りの声が3倍ぐらいになって返ってきそうですけど、リアルじゃないんですよ全然。バスケ経験者からしてディフェンスの動きとか、それを井上先生はリアルっていう漫画で書いてるんだよね。テレビが映ってて、テレビの中にアニメのスラムダンクが映ってて、こんなにコート広くねえよって誰かが突っ込んでるみたいなね。そのリアリティのなさ、アニメ版の、そこに憤りを感じていたのは、まあ私も含めてっていうね、井上先生もそうなのかわかんないですけど、漫画のスラムダンクとアニメのスラムダンクの現実と理想の離れ方、これがキュッとこっちに来てんだよね。リアルの方に、バスケ経験者から見ても納得できる動きというか、例えば三井がシュートこう打つだけでも、漫画ではこっからこういってでこうみたいな、この動きが矛盾のなさを突き詰めた作品みたいなね。それがかなりバスケ経験者とかからするとものすごい気持ちいいところというか、今の CG の凄さというかね、そう、普通のバスケの試合見てる感じで面白かった。さっき俺石川さんの感想レビューも聞いてたんですけど、バスケっていうのは結構意外とサッカーとか野球とかと違って、簡単にこうシュートが決まってディフェンス戻ってすぐ決められてまた次のオフェンス終わって淡々とテンポで進んでいくんですけど、それがもうリアルに全振りしたスラムダンクみたいな。ただそんな中、まあドラマもあるじゃないですか。選手一人一人のこう思いとか、ルカワの気持ち、桜木の気持ちとかっていうのがあって、試合中も結構話したりするんですけど、だからそこがね、結構話さなくていいよと思ったね、俺は。なんか話しちゃうと、せっかくこう突き詰めて作ってるリアルさが、選手同士の会話によって、リアルから漫画寄りにちょっとね、行っちゃうみたいなね。もうそこまで突き詰めるんだったら、スローになって心の中で思っている声が聞こえるとかぐらいならいいんですけど、なんかそこがね、むしろみたいなところがあったんですけど、リアルって漫画があるからややこしい現実的っていうことにするか。何点だったの100点満点で。その A、B、C の話しました。私は B に属しますと。スラムダンクの漫画だけを見てアニメは否定的な、この私的には90点ある。 B に属している方がいるんだったら絶対に見に行った方がいいです。マジで熱くなれるとこあるから音楽いいんだよな。でドゥッドゥルルドゥッドゥルルドゥッ一倒し B の人たちにとっては絶対見に行った方がいい映画だと思うんですけど、 A の人たちにとってはちょっと保証はできないかな。 Twitter とかで否定的なことを言ってるのも多分この A に属している人たち、あるいは B の人たちにとってはどうかっていうと、オリジナルの感動は味わえないと思ってます。伝説の漫画スラムダンク、これを2時間で味わえるんだろうと思って行ったらそれは味わえないと思いますね。スラムダンクって素人の桜木が春子さんに気に入られたくてバスケット好きですって勢いで行っちゃってバスケ部に入るっていうところから、三能戦で最後シュート決めて勝つっていう3ヶ月4ヶ月の間の濃密な青春をめちゃめちゃ細部にわたって描き切った、この4ヶ月の物語、やっぱり全部に意味があるんで、全部が伏線みたいになってるんで、最後の最後の桜木のシュートとかっていうのも全部描いていかないと、そのシュートの価値とかシュートの感動ってやっぱり分かんないと思うし、映画では2時間しかないんで
てそれを全部描き切ることはできないんで、それは感動しないです。ただそれを補填できるのが漫画読者、アニメ読者なんですよね。もうスラムダンクっていう桜木がどんだけ努力したか、ルカがどんな思いでここまで来てるか、安西先生の和風の立派な家にも行ってアメリカに行こうと思ってますという、そして矢沢の話をされ、安西先生の奥さんに駅まで送ってもらうというね、あれを経て対沢北なんだ。読んでる人は補填できる、最後だけ見れば全部思い出せるんで一つ一つのプレイに感動できるんですけど、それを見ずにここだけを切り取ってみるとそこまでの感動はしないんじゃないかというね。ただ石川さんが A なんですよね、多分。漫画ももちろん好きでアニメも愛してて、トレーラー発表で声優発表の時にはブーブー言ってたとでしかももうチケットキャンセルできない状態で発表したんだよね。その辺でブーブー言ってらっしゃったんですが、石川さんも75点つってたんだっけ。漫画好きでアニメも愛しててっていう人たちで、声優がガラッと一新して見る気なくした、がっかりしたっていう人にとってもまあ75点ぐらいの満足感はある。私は B で、漫画だけが好き、アニメは否定派っていう人種で、90点の満足度でしたと。で、まあ石川さんが A で、漫画とアニメ共に好きで75点っていう評価でした。C に関しては多分50点ぐらいにしかならないと思ってんだよな。スラムダンクを全く知らないで、あの映画を見に行って、それで感動できるかとかっていうところで言うと、50点ぐらいにしかならないと思ってますね。ご自身がどこに属するかっていうところで、見に行かれたい方は見に行っていただいてというね。A だけどめちゃくちゃ良かった。あ、こういう方もね。残りの10点は減点対象は、お言葉ですが杉山さんなかったのもそうなんですけど、ある一人の東北の人物にスポットを当てて、そいつが主人公みたいな目線で、まあ映画は進んでいくと。そいつの過去編っていうのが、試合の合間合間に挟まるポーズなんですよね。過去編から入って、試合過去編みたいな。原作、脚本、監督が井上武彦先生なんで、原作好きからすると、あ、こいつこうなんだ。ここ出身で、こんな兄弟がいてこうなんだっていうのを知れるだけでも熱い。過去編は見応えあるんですけど、めちゃめちゃ鳥肌立って熱くなるんだよ。ドゥ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 って。もうすぐでなんか涙こぼれ落ちるって時に過去編行っちゃうみたいなイメージですかね。いやもうそのまま突っ走ってくれよ、湘北って思うんですけど、あー、過去編行っちゃったみたいな。全然泣けるよ、このまま行ったらなんですけど、泣けなかったとか、まさにそれ。過去編はオリジナル要素、まあ井上武彦先生なんでね、全てがそれが正解でございますんで、そこかな、減点対象としては。だから過去編を描くのはいいんすけど、100点のスカッとした感じにはなんなかったかな。あー、試合ハーフタイム中に過去試合が良かった、うわー、そうですね、過去試合ハーフタイムで過去試合みたいなのでも良かったかな。ただ一個一個主役と決めたそいつの活躍どころみたいなのがポンポンポンって試合中にはあるんですけど、そこに合わせて過去編をフラッシュバックで入れるとなると、過去編から戻ってきた時に活躍しなきゃいけないからね、そのキャラクターが。そうなるとまあ致し方ないのかなというね。途切れることで突っ切った感が失われた感じ。まあそうですね、マジで泣きそうになって、マジで熱くなってんだけど、あ、終わっちゃったよみたいなね。みたいな。あと最後めっちゃ無音になるんですけどっていうね。これ言うとネタバレになっちゃうかもしれないけど、めっちゃ無音の状態の中、ピッっていう音が鳴るんですけど、この音結構でかくてドキッとしちゃいましたね。もうちょっとため欲しかったね。スポンみたいな。一切なしにアタックからだったね。もう少しシューポーンみたいなの欲しかったかな。ポップコーン持ちながら、ちょっとこう、ちょっとそこはね、そんな感じでございますかね。ビビり方今。いやー、まあ26年前のね作品ですよ。ワンピースまだ始まってないですからね。あの時止まっていたその時がね、動き出してはいないんでしょうけど、また思い出すというかね、第1部巻ってなってますけど、ザ・ファースト・スラム・ダンクというね映画のタイトルもどういうことなんだみたいなね。現代バスケってなるともうセンターとかっていう概念結構崩壊しつつあるんですけど、ポジションを1番から5番って分かりやすくこう呼んでた。川田なんて1番から5番まで全部できるぞみたいな言い方をするんですけど、この1番なのかなとかね、あのザ・ファーストでいろいろな憶測を読んでおりますが、ザ・セカンド・スラムダンクもあるのか、この辺は楽しみにしたいところでございますが、まずはね見に行ってみてくださいというところでございますね。